おっさんのギリギリホライズン。カノリンのなんか特技とか、なんか教えて。ダンスはするのめっちゃ好き、けど、実はここ3年ぐらいで鍛えた特技があって、何ですか？ウインク。ウインク？ウインク。3年鍛えたん？はい、3年鍛えた、お風呂の中で。ちょっとどこの筋肉使ってんですか、お風呂の中で。ちょっと、じゃあちょっとドキドキ、さんにちょっとウインクしてもらっていいですか？はい。すごい。あ、すごい？こんな綺麗なウインクした人見たことない。あ、ほんま？カメラに向かってウインクしてみてくれる？わかった。いいね、いいウインク撮れました。できたかな？これを何、毎日お風呂で3年間、ウインクして。お、特技ウインクで描けるね。そう、ウインクできる人になりたいっていう、なんか願望あって、で練習した。めちゃくちゃなんか面白いっていうか、いや確かにウインクって意外と難しいよね。やろう、おっさんウインクできる？ちょっとお風呂で3年間頑張ってみるわ。あ、そう、そうして。I love you. Love. Love. Look, look, v. V. Look, look, v. おっさんテレビ。ダブトラ。私もね、結構歳なんでね、お肌のなんていうの、曲がり角、昔に戻りたいの。おっさんテレビ。今回の時空ワードはさよなら〇〇鉄道ということで、ちょっといろんなね鉄道のね紹介していきますね。まずは1984年さよならベフ鉄道。ベフちゃうで、ベフベフやベフ。いやこれ雪ん中やね、これあれやね、結構な雪ですね。やっぱりええ形してますね、昔の鉄道はね。これは1981年尼崎港線廃止。いやこれもかっこええな。いやーなんかもうしびれる形してるな。いやこれはもうあれですね、マニアよだれ垂らすやつやな、この映像。いや雨やのにね、いっぱい人が染まってるね。さすがやね、こうみんな最後こうさよならしに来たやね。あー写真、いや昔も今もこういうの変わらへんね。何駅、あ見逃した。いやもうなんか駅と線路近いね。あそして、1971年はさよなら神戸市で、街ん中走る路面電車やね。いやー神戸もねこういうの走ってたよね。まあでもみんな楽しそう、愛されてたよね。おります。どこやろ、ここ元町かな、知らんけど乗ってきた。1917年から1971年、17から71。あー夜の街もね、やっぱりこう賑やかやね。街中走ってる電車って感じするね。
これすごい人やん。これ最後みんなお別れに来たんかな、どうやろう。お疲れ様、ありがとうって感じかな。うん、あ、さようなら。なんかやっぱり神戸はこうやってこうなんかこうキラキラしてるのがよう似合うね。うん、めっちゃいいやんこれね。え、映像やね、すごいすごい、めっちゃ乗ってる。赤あげない、白あげない、白あげないで赤あげない。おっさんテレビ、今日の献立はキャベツの千切りです。よっ、ほっ、あ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 、おとなしくしなさい。お、このタイミング、よしよし、お、お、お、手が、手が、あ、手が、あ、おっさんテレビ。ガールズやってて楽しかったことは、うん、なんかある？あー、そう、うん、どれもめっちゃ思い出やけど、うんうんうん、あのお寺に朝活ツアー行ったことがあって。 お寺に朝活、そう、勤行ロケがあって、それはめっちゃすごい思い出に残ってて、うん、なんかあのお寺で引いてあげたりすんの、なんか座禅、座禅、あ、座禅か。ちょっとちょっと本気の方言うても。座禅ペシッとされんの。あ、それされるかなって思って、うん、ちょっと怖いなって思って行ったんやけど、うん、めっちゃ優しくてそんなされへんかった。あ、朝早くからお寺行くだけでね、うん、大変ね、うんうんうん、サンテレビガールズは早起きができないといけない、はい、なるほど、早起きができないとサンテレビガールズにはなれない、はい、うん、そう、すごいな。サンテレビガールズの条件、そう、早起き、うん、わしも一応早起きやで。え、おっさん何時に起きんの、いつも。おっさんは一応太陽やから。あ、そか。お昼間ダラダラしてる時もあるけどね。うん、え、うん、お昼は何してんの。うん、何してる、なかなか突っ込んでくるな。うん、ちょっと気になってんねん、ずっと。そうか、うん、どこまで言うていいんかなこれ。まあサンテレビのために、うん、日々頑張ってるっていうところで収めてくれへんかな。暇やな、何しようかな。おっさんテレビ、つまらんな。おっさんテレビ、おっさんテレビ、じっとしてなさい。こら、待ちなさい。こら、ハト、ポロンポロポポロポポロポロポ、待ちなさい。どこにどこに行く。おっさんテレビ、サンテレビから車でおよそ45分、マヤさんから望む神戸の夜景は日本三大夜景の一つとして知られ、1000万ドルの夜景と称されるほどきらびやかなパノラマが広がります。めっちゃ綺麗やね、ほんま。この光一つ一つに人のドラマがあるんやね。ピカピカ。またサンテレビから徒歩20分、三宮の中心街でも素敵な夜景を楽しむことができます。高層ビル群の明かりや高速道路を走る車のヘッドライトが街を美しく灯します。うっとり。はぁ、きれい。皆さんも神戸の1000万ドルの夜景に酔いしれてみませんか？